ギャルリ、コルベールのロトンドギャルリビビエンヌのパノラマパサージュ、クーベルは複数の通りを接続することを目的に既存の建築物を改築して設けた通り抜け道、歩行者専用道路。18世紀以降のフランスを中心に建造された。通路はガラス製の屋根に覆われている。複雑に入り組んでいる通路もある。パサージュ、工事とも記される。 パリのパサージュ・クーベルは18世紀末から20世紀初頭にかけて特に復興世紀に多くが建造された。位置は肉周辺のセーヌ川湾に集中する。1786年にパレロワイヤルの中庭に面して建造されたガラス製の屋根を持つ回廊型商店街のギャルリド・ボアがパサージュ・クーベルの原型とされる。最古のパサージュ・クーベルは1791年に 開通したパサージュフェードであったが取り壊されて残っていない。1798年に開通したパサージュデュケールが現存するパサージュクーベルのうち最も古いものである。18世紀末から19世紀初頭のパリは縦横の道路が未整備であったために通りから別の通りへと抜けることが困難で、道幅も狭い上に馬車の通行が多かったため歩行者は不便を強いられていた。 盛り場付近にある建物の所有者は、建物の間を通り抜ける近道を通せば、集客と棚子からの賃料で儲けることができると考えた。建物の所有者たちは、ガラス屋根や大理石で覆われた壁と床、モザイクタイルが敷かれた通路、ガス灯、暖房設備など豪奢な内装を競ってしつらえた。パサージュクーベルには生地や、下てや、靴や、ワインショー、 レストラン、書店などが入居し、高級商店街として、大いに賑にわった。1830年のフランス7月革命以降に、パレロワイヤルからグランブールバールへと、中心地が移り、さらに、ボンマルシェなどのデパート開業や、ジョルジオスマンのパリ改造による大通り開通によって、商業施設、交通網としての重要性が薄れてパサージュ・クーベルは、衰退した。 パサージュ・クーベルは20世紀後半に発行されたバルター・ベンヤミンのパサージュ論によって再注目された。ギャルリ、ビビエンルなどいくつかのパサージュ・クーベルが近年に改修された。ギャルリ・コルベールはフランス国立図書館の別館として現存する。フランス政府によって歴史建造物の登録と保護が進められている。ありがとうございます。